バールシュルオルブは、フランス、グランテスト地域圏、オーブ圏のコミューン。シャンパーニュ地方にある、バールシュルオルブは、丘と丘の間にある。コミューン内を横断する、オーブ川が、地名の由来である。地層は、シャンパーニュ特有の石灰岩層である。コミューン内を流れる、オーブ川バールシュルオルブの存在は、古代からあった。ラテーヌ文化時代のオピグムの痕跡がある。 都市はアッティラ率いる、粉族来州で荒らされた。クロービス一世が国土を子供たちに分割すると、バールシュルオルブはアウストラシアの一部となった。シャンパーニュ博時代に、バールは重要性を持つようになった。2月半ばから4月半ばまでのシャンパーニュの大市のために、オリエントの香辛料、絹、織物、北ヨーロッパから運ばれた資源を持って、フランドル商人やイタリア商人がやってきた。 あと、シャンパーニュ博領は、フランス王国に組み込まれた。1318年、フィリップ5世は、ジャックド・クロワにバールを売り付けようとしたが、住民自らが町を買い上げようが売ったり処分、できないようにした。神聖ローマ皇帝カール5世が、サンディジエを放置した際、周辺コミューンの住民たちは、影から抵抗運動を行った。バールは1636年の長期間、 国士病流行に苦しみ、死が閉鎖される原因となった。1862年、町を追っていた城壁が取り壊され、城壁跡に町を取り巻く大通りが生まれた。フランス革命が受け入れられると、修道院が姿を消した。フランス第一帝政末期1814年2月には、バールシュルオーブの戦いの戦場となった。朝織物産業。 金属加工などが行われている。農業では朝栽培やシャンパンの原料となるブドウが栽培されている。ありがとうございます。